チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、通貨スワップしたい韓国、米国とも中国とも、日本ともしたい、相当やばいね、についてです。お兄ちゃんがこっそりママからお金を借りていくのを見てしまいました。やっぱり、また息子が可愛いのねって思ったマリナです。ドルウォン相場は、まだ韓国の為替介入を続けて、ドルを溶かし続けています。これにはいつか限界が来ます。その解決を通貨スワップに委ねようとしている記事を発見。通貨スワップは、隠密に、意外に。なんだこりゃ。なんというタイトル。隠密に、意外に、だって、意味わからない。中央日報から、2017年10月12日、夕方にワシントン特派員から急に連絡があった。米ワシントンで開催された主要20カ国、地域、G20、財務省、中央銀行総裁の業務夕食会に出席した。当時のキム・ドンヨン経済副首相と、イジュヨル韓国銀行総裁が記者懇談会を開くということだった。夕食会の途中に、行事場所の外に出た二人は、集まった記者の前で、韓中通貨スワップの延長を明らかにした。当時、サード、高高度防衛ミサイル、配備をめぐり、韓国と中国の葛藤が深まっていた。韓中通貨スワップが延長されるかどうかは不透明だった。満期日、10月10日の朝の事実上の延長合意という中央日報の単独報道について、イ総裁が、通貨スワップは交渉相手があるものであり、まだ全てのことが完結したわけではない、と述べてから4日後の公式確認だった。時間が経過した後、該当事案に詳しい関係者に聞いた顛末はこうだ。両国は韓中通貨スワップ満期1ヶ月前の同年9月に延長に合意した。ただ、当時の周召倩中国人民銀行総裁が、サードなど、外交問題が引っかかっていたため、延長事実の公式発表を望まなかったという。しかし国内の状況を考慮すると、韓国側は延長合意を発表する必要があると強調し、ワシントン G20 会議で、中国側と会って説得した結果、略式懇談会を開くことになった。新聞の記事というよりは、ルポルタージュ的な文章ですね。ただ文章では、いかに韓国政府が努力したかを書いていますが、単なる物乞いの状況を語っているだけですね。はい、それから、5年前の状況を振り返ったのは、韓米通貨スワップ締結に関連して、様々な主張が出ているからだ。21日に予定された、韓米首脳会談で常時解説を議論すべきという声も出ている。韓国ウォンが世界金融危機当時の水準まで下落した状況で、通貨スワップ締結は金融市場の不安を緩和できるカードだ。金融市場の不安って、韓国だけではないのですので、マリナは却下します。別に世界の金融市場の不安ではなく、韓国の金融市場の不安であって、金融の世界市場では、全く影響ありませんから。心配されるのは、韓米通貨スワップの再開または、復活主張が通貨スワップの相手を変数とせず、我々の必要だけを前に出した、一方通行式の当意として流れるようであるからだ。韓国は、ドルの傘に入れば安全だ。反面、米国が傘を広げるかは別の問題だ。実際に米国と結んだ2度の通貨スワップは韓国ほど米国の必要性があった。剣は米国が握っているという意味だ。何を言っているの？この人。韓国ほど米国の必要があった、とわけのわからん文を書き、続けて、剣は米国が握っているという意味だ、と全く意味不明の説明。一方通行のようにって、まさに一方通行でしょうが、米国は韓国との通貨スワップの必要性なんて、これっぽっちもありませんよ。一方通行の物乞い外交でしょう。残念。コロナ拡大が本格化した2020年の、韓米通貨スワップ締結当時の状況は、
キム・ユンボム元企画財政部次官の著書、激変と均衡にそのまま書かれている。2020年3月19日、為替市場が開場したが、1分間はドル売り注文が一件もなかった。企画財政部と官銀の口先介入にもかかわらず、1ドル1296ウォンまで、ウォン安ドル高が進んだ。為替市場のパニックを終結させたのは、韓米通貨スワップだった。我々が締結のための訪問努力をする前に、この日夜、米国から締結すると連絡があった。新興国などの1兆ドルの米国債大量売り事件が影響を及ぼしたと見られる。韓国のドルが底につきそうなので、米国債大量売りの話をちらつかせたということですね。脅しですね。やるじゃん。韓国。中略。ドル不足による外部リスクの移転を防ぐための米国の措置が通貨スワップだったということだ。フランスのシンクタンク国際情報展望研究所が通貨スワップを通じて米連邦準備制度理事会 FRB が世界の最終貸付者の役割を担うことになったと伝えた理由だ。通貨政策の正常化を進めて流動性を吸収する FRB が通貨スワップを稼働する可能性が低いと見るのはその延長線でだ。このため韓米通貨スワップの口論化は逆効果を招く可能性がある。初期の成果を得ることができなければ、むしろ韓国経済に問題があるという誤った信号になりかねない。韓日通貨スワップ慰安婦少女像設置と韓中通貨スワップサードで見られたように、通貨スワップは経済、金融と政治、外交が絡んだ高度なパズルだ。ある映画の題名のように、隠密に、意外に、シークレットミッションをモットーに慎重に接近する必要がある。シークレットミッションって、もうバレバレなんですけど、それって国内向けですか？裏では土下座して何とかしてほしいと哀願し、表では、スワップしてほしいというのなら、してやってもよい、と厚顔無恥をする。そんな奴とまともに付き合うことはできません。通貨危機に備えるなら、無期限無制限の協定を、基軸通貨をお持ちの中国様に、お願いすればいいのですよ。きっと中国様が何とかしてくれるんじゃないでしょうか。知らんけど。今回のウォン安は、通貨スワップ解決できる問題ではありません。米韓の金利差なんだから。それに、為替介入のドルなんて、米国が貸してくれるわけないでしょう。食い逃げ通貨スワップだけは、勘弁してください。まあ、自助努力してください。お兄ちゃんはすぐに、お金を返しに来てました。なんか駐車場から車出すのに小銭がなかったんだって。ありがちなので責められん。早がてんなマリナでした。すまぬ。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。